School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. 生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、欅坂46の Hirate です。昨日は生徒の子ラジオネームお腹すいたちゃんと電話でお話ししたけど、掲示板にはありがたいことに私と話したいと言ってくれている子がまだまだたくさんいるんですよね。ということで今夜は掲示板を使って生徒のみんなとお話をしていきます。題して、平手ゆりなの掲示板レス祭り。はい、今日はガールズ掲示板に届いている私が気になった書き込み、返事をしたいと思った書き込みにレスをつけていきます。ちなみに今週とか今月の書き込みだけとは限りません。過去に書いてくれている書き込みにお返事するかもしれないので、心当たりのある生徒は自分の書き自分の過去の書き込みをチェックしてね。はい、では早速レスをつけていきましょう。私がお返事したいと思った書き込み一つ目は、山形県18歳女の子、ラジオネーム10-57。自分を信じて。私はバスケ部だったので平手ちゃんと同じショートカットです。みんなにはかっこいいやたまにかわいいと言われます。平手ちゃんはかっこいいとかわいいどっちがいいですか？ちなみに私はかっこいいがいいです。私はどっちもないなあんまり興味がないなです。はい、ちゃんとレスにはもうちょっとちゃんと答えていきます。ということで2つ目、千葉県16歳男の子、ラジオネームボーロ46。テスト、平手さん、毎月欠かさず聞いてます。僕は来週テストなので必死に勉強しているのですが、なかなかはかどりません。平手さんは普段テスト勉強はどんな感じでやるのか教えてください。僕はイヤホンで音楽を聴きながらやっています。一緒、私も音楽聴きます。でも言葉がないやつだから、オルオールとかオフボーカルとか聞いてます。あと結構クラシックとか聞いてます。意外と聞いてやってます。勉強頑張ってください。3つ目、神奈川県17歳男の子、ラジオネームワットくん。髪型、ゆりなちゃんこんばんは。私は毎朝髪をセットするのに20分くらいかかってしまいます。ゆりなちゃんは髪をセットするのにどれくらい時間がかかりますか？今のゆりなちゃんの髪型結構好きです。結構私は帽子をかぶってます。朝帽子をかぶって用意をして行くときに撮るか、もうそのまま行ったりします。だからこの間私の部屋にメンバーの斉藤冬香が泊まりに来たんですけど、朝起きて用意してるときに帽子かぶってたら、え、どうしたの、もう行く気満々なのって言われて、いやこれ寝癖直しとか言ってっていう会話覚えてます。はい、あ、そういえばスクールオブロックの掲示板には検索機能があるんですよね。検索したいワードを入力してそのことについて書いてある生徒がいればその書き込みが探せるっていう機能。ワードだけじゃなくてラジオネームとかでも検索ができるんです。例えば欅という字をラジオネームに入れている生徒とか一発で調べられるんですって。ちょっとこの機能を使って検索ワードに引っかかった生徒にもレスをつけていきましょう。じゃあ検索していきたいと思います。なんか最近撮影の合間とかに JK 語みたいなの調べてて、そしたらやっぱ1位が漫字だったんですよ。だから漫字を調べてみたいと思います。漫字、東京都14歳男の子、ラジオネームエクスカリバー第4形態。メイメイテチ、長野のメイメイマジマンジ、ラテンのテチもマジマンジ、スクールオブロックはガチマンジ。マジマンジだからガチ
ガチマンジ初めて聞いたな。マジマンジとか、どういう意味なんですかね、あれ。ちょっと、今、メンバーに実際、ちょっと LINE で、もう本当にマジマンジだけ送ってみたいと思います。何人か。最初、ちょっとなかなか話さない、リサに、渡辺リサに送ってみたいと思います。マジ、マンジ。緊張する。なんかすごい私がバカみたいなやつみたいに思われそう。あと適当に何人か送ってみます。斉藤冬香に送って、あと今、長浜ねるにも送ってみようかと思います。マジ、マンジ。小田奈々。お旦那の起きてるかな、寝てそう。尾関、菅井にも送ります。怖い。 1,2,3,4,5,6 人に今 LINE しました。誰が一番最初に来るかな、怖いな。これで誰も来なかったらすっげえ悲しい。どうしよう、帰ってこなかった。帰ってこなさそう、悲しい。あ、帰ってきた。誰だと思います、一番最初。1位、長浜ねるです。待って、かっこわら、突然のまんじゅう。やばい、ねる帰ってきた。なんて返そう。あ、実は今ラジオ中。これ電話とかしてみたいですね。なので嘘。あ、帰ってきた。リサ。リサからは、え、かっこわらだけ。実は今ラジオ中。あ、ネルまた帰ってきた。マンジにハマってるやん。あ、SOL って来ました、ネルから。すごい、今電話できるのかな。ちょっと電話してみたいと思います。してみます。もしもし。もしもし。ねる。何？今ラジオナウ。え、本番中？うん。やめてよ。マジマンジ。いやいや。待って。え？いつの間にそんな高校生っぽくなったの？いや、高校生ですけど私。あ、そっかそっか。リアそっかじゃない、リアルの高1ですけど。嘘でしょ。もうねる、こう。マンジにハマってるの？いや違うんだよ。なんかマンジってどういう意味なんだろうと思って。確かに。そう、今何人かのメンバーに、うん、突然送ったんだよ、マジマンジっていうの。うんうん、そしたらねるが一番最初に帰ってきた。唐突にさ、うん、ヘチからマンジとか来るから、うん、えって思って。乗っ取られてるのかと思って。びっくりした。え、今何中？お家だよ、全部。何してたの？え、テレビ見てた。ああ。普通。めっちゃ普通。そうなんだ。え、マンジの意味分かったの？え、意味知ってんの？あるの？意味わかんないわ。なんだろうね。やっぱないよね、意味。ないんじゃないかな。高校生よく使うよね。うん。だよね。おばちゃんだからわかんない。オバドルね。オバドルだから。そうね。じゃあね。いやいや、唐突なるね。じゃあまたね。また明日。バイバイ。バイバイ。すごーい。電話出てくれた。リサが早い。来てる。ちょっと待って待って。リサから、わらわらわら、まんじ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 が帰ってきた。
えー、リサってこんなキャラだったっけ。あ、キャプテンから帰ってきました。おお、マンジどうしたとかみんな面白いえ、リサちょっと電話してみたいな。したことない。してみていいですか。してみます。あれ出ない。怖いって思ってるかな。出ないな、これは。出ませんでした。まんマジマンジかっこ泣きあ、すごい様が、すごい、結構ノリノリで帰ってきました。びっくりマークめっちゃついてるし、すごい出ますかね。してみます。出るかな。もしもし。もしもし。え、どうしたの。何、どうしたの。え、何、何ゆか、え、何、どうしたの。今ラジオ中なんだ。え、なんだ。え、びっくりしたえ、スクールオブロックです。なんだ、いきなりマジマンジとか言ったからさびっくりしたって、なんかえ、でも結構ノリノリで帰ってきたじゃん。え、うん、びっくりしたからさ、うん、でもなんかマジマンジの意味が分かんなくて検索してたのえマジで。そう、使い方みたいな。使い方分かった。え、なんかいまいちよくわかんないから、うん、もうとりあえずマンジってことは使ってどうしたのそうなんだ。びっくりした。もうなんだえ、今ちなみに何してるの。え、今落ちるよ、卒業論文をね、そう、大学の卒業するための。すごい進めてたの。ちゃんとしてる。え、全然ほんとちゃんとしてたんで、もう終わってなきゃいけない時期だからねそうなんだ。そうなのよ。びっくりした。でも本当に待って、ね、うん、ありがとう。眠くなりかけしたから眠くなりかけめっちゃ目覚めたわ。よかったよかった。じゃあ頑張ってね、うん、てちも頑張ってね。はーい、マジマンジマジマンジ初めて使ったバイ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 、頑張ってね。はいすごい。え、この3人以外誰も帰ってこないっていう、悲しい。何してんのみんな。えー、なんで、いつも早いはずなのに。なんかしてるのかな。まあいいや。ということでメンバーは電話をしたら何人か出てくれるという結果でしたはい、これ何やってたんでしたっけ。あれか、検索のやつか。そうだそうだ。またレスをつけてちゃんとお答えするので、ぜひ見てみてください。というわけで、私とはまた明日この教室でお会いしましょう。欅坂46の平手友梨奈でした。校長、教頭、マジマンジ。